はい、どうも、お疲れ様です。FX オリアル日、そして即可塾限定動画あ、FX のね、相場解説をご覧の皆様、えー。今日はですね、5月1日でございます。月曜日になりまして、ゴールデンウィークでもあるんですけども、多分5月の1日、2日は、まあ、穴埋めで連休ついでっていう方もいらっしゃると思いますけども、大体の方は営業されてるんじゃないですかね。で、5月の お、1>, 1日2日 FX 的には市場が動いてまして、また3日からね、市場、日本市場止まるんですよ。やっぱ連休ってのは、こういった FX の市場にも影響を及ぼすのかなっていうところで、34567っていうふうに、えー、私たちはトレードすることができません。そして、12なんですけども、先週の金曜日ギリギリにですね、日銀総裁、えー、こちらの上田総裁の方からの記者会見があって、えー、2円とか3円とかね、 あのドル円市場を揺るがすような大きなファンダメンタルが起きてますで、えー、私よくね海に船出する時の嵐とか凪に例えるんですけどもあの皆さんがね船で、えー、海に大海原に、えー、飛び出す時にまああまり例はないと思いますけどもね <laughs> あの想像していただきたいんですけども全く波風のない状態と嵐のように吹き荒れる状態これ両方ともあんまりね海の状態がいいとは言えないですよね まあつまり FX で例えると全然動きがない時は利益は当然出せません。でも動きすぎてファンダメンタルの要素が歪まれてる時、いわゆる嵐の時にも私たちは遭難してしまう可能性があります。適度に波があって適度に風が吹いている。まあそういったレンジみたいなところをね、私たちは取っていくわけなんですけども今回ファンダメンタルの修正にまあどんなに早くても月曜日一日は使うと思いますし、そして場合によっては火曜日にも影響を及ぼすかもしれません。ということでね、 この度ゴールデンウィーク中は、あの、日々の相場解説、云々よりも、基礎を固めるために、それぞれの自主勉強をするっていう方が、私はいいと思います。えー、かといってね、私の方からコンテンツを全く送らないってことではありません。まあ、少なくとも、1日1本ぐらいはね、学習のためのコンテンツを、そして復習の意味を込めて、今までやったコンテンツとかね、初級編とか中級編でやったことも込みで、えー、お送りしていこうかと思います。ですのでね、そちらの方をお楽しみにしてください。えー、とまずはね、今日はね、 今ご覧いただいている外貨 EX。まあ、これ GMO クリック証券のサイトなんですけども、こちらの方からね、実際に今市場がどういう形をとっているのか、経済指標カレンダーをもとにいろいろとお話していこうと思いますので、まあ、気軽にね、まあ、お菓子と、それから飲み物を片手に聞いていただければと思います。4月30日はもう過ぎちゃったんでぐーっと行きますね。5月1日行きましょうか。5月1日。 えーと、中央の方にドイツ、フランス、イギリスと国旗がありますけども、まあ日本国旗とアメリカの国旗が今のところ出てこないんでね、そこは関係ないかなっていうところです。出てきました。5月1日月曜日、14時から4月の消費者態度指数っていうのがありますね。こちらの方、一般世帯の消費者の動向になってきますけども、重要度が星一つなので、まあ基本的にはあんまり関係ないですね。うん。で、 のアメリカの方でも発表がいくつかありますんで、これは私たちに非常に関係があります、例えば、4月の ISM、製造業景況指数っていうのがありますよね、これ、星3つですから、かなり影響を及ぼすものになります、ただ、発表が23時なんで、私たちはもう、ね、寝てる時間帯だと思います、まあでもね、夜中のうちにまた大きくファンダメンタルが効いて、市場が動いてるか予想されますんでね、ちょっと注意が必要かなと、あと、FOMC もありますね、ここへね、星2つ、まあ、そこそこ動きますよってことです。 ですんでね結局ね5月1日もファンダメンタルの要素を引きずるわけですよ、うん、ですんであのお話したように日々の相場解説に翻弄されてもしょうがないよねとここはもう割り切って休む休んだ上で何もしないんじゃなくって復習の時間に充てるまあこういうことをねチャンスに変えていきましょうって話をしてるわけなんですよ次ですけど5月2日 ほら、あと朝8時50分から4月のマネタリーベースがありますね。これは影響はそんなに大きくはないんですけども、一応材料になりますんでね、多少の動きは予想されます。やっぱりポジションを持ったりとか、ここで利益を求めたりするよりも、足場を固めるためにしっかりとそっちの方に時間を使った方がいいってことがわかります。で、さらにカレンダーを進めていくと、アメリカ日本の発表は5月2日はもう以上ですかね。あった。深夜ですね。はい。まあ、まあまあ大きい影響がこう2つ。 ぐらい並んでるかなってことです。私もこれね、えー、ジョルツとかってあんまり聞かないですね。うん。まあ星二つなんですけども、あんまり聞かないかなと。あんまり影響もないし、時間帯もな、ね、い、取引するような時間帯じゃないんで、うん、まああまり気にしなくていいかなってとこですかね。5月3日、日本は休場ですんで、私たちは手回しも出ません。他の国は動いてるみたいですね。アメリカも動いてるんですけどもね。うん。ただ日本の市場が閉じてるんで、 さあこの辺は取引ができる証券会社とそうじゃない証券会社が分かれると思いますいずれにしても普段の資金量と普段の投資家さんの動向とはちょっと離れてますんでイレギュラーな1週間ってことになりますだからもう,こう連休中はね割り切って投資をしないって方もあの共格投資家さんの中でいますしねでヘッジハンドみたいな会社なんてもう営業停止していって大きな資金を入れてませんっていうこともありますんでその上でこの材料が入るわけですよ、うんね、23時 ありますねこれ非正常部門のなんかね大きいやつとかねここもありますね FOMC とか、うん、結構だからこの日も4月あ5月3日も荒れるんじゃないですかで5月4日は日本やってません <laughs> 球場ですね まあこれヨーロッパですから、まあ、まああ関係ないチューは関係ないですか、ね、あのヨーロッパとあのユーロドルっていう関係もあったりユーロ円っていうのもあるんですけども、まあ、でもねドル円ほどダイレクトには影響しませんのであんまり考えなくていいです、キリがないですどっかであのこの情報は取らないっていうふうにしていかないとねだから今、ファンダメンタルこうやって追ってますけどもあファンダメンタル強そうだからやらないでいいんですよ。でテクニカルが もうきちんと順調に利益を取れるようになって一つの挑戦としてファンダメンタルでも利益を取っていこうっていうふうなね形に入っていけばいいと思いますけどもまだまだねあのテクニカルで利益を十分出せてない方っていうのはもうちょっとテクニカルをしっかりと、うん、身につけた方がいいかなと思います特にレンジオプションねレンジオプションをマスターすればもうねあのテクニカルはもうほぼ終わったも同然なんですよレンンジオプションこれを きちんと自分の身にできるように、時間を使っていきましょう。よく FX のね、カリキュラムで、コツコツ勉強するって言葉があるでしょ。まあ、他の勉強でもコツコツなんですけども、FX に関して言えば、あの、レンジオプション。これが使えるようになったら、もう利益はね、いかようにも売れていきますから。マイナスになることはないですからあ。レンジオプション始まったと思ったらね、もう儲かるのが前提でできるわけですからね。レンジオプションを手に入れていきましょう。えっ、ー、と、はっきりとレンジオプションを、 扱えるようになりましょうっていうふうに言う投資のスクールはあんまりないと思いますけどもね FX オリガフィの特徴としてはこの1年間かけてレンジオプションにこだわってやってきたってことですよレンジインレンジなんて言葉聞かないでしょ、うん、レンジオプションの中に小さいレンジがあってそれを目安に大きい方のレンジがはかれていくって考え方ですけどね5月5日金曜日もありませんあとアメリカの方ではいろいろと発表がありますんであれそうですねうん だからねもうアメリカの方ではね材料がもう目白押しなわけですよ、うん、すごいですよ、この材料の連発は。で、21時30分なんで、どちらにしても、おこの時間は直接トレードをしている人は、ね、日本では少ないと思いますけども、でもね、今度、5月の8、9あたりは、ものすごくファンダメンタルが効いて、荒れた状態からスタートで、場合によっては窓までだまだできるかもしれませんね。 なぜ、ね、二次日銀の発表の後でこれだけ材料が5月の1周目にあるわけですから、逆に連休であってありがとうぐらいのもんですよ。まあこんなんね、市場が空いてて毎日取引するとなると、まあね、ものすごい翻弄されますよ。そのぐらい特別なあ週、1週間なんですよ、ゴールデンウィークって。だからもうすっぱり休んだ方がいいの分かるでしょ。ということでね、皆さん、今日5月1日ですけども、次に相場解説を普段通りやるのは、8、9、月か、このあたりからです。 それまでは、あまりリアルタイムチャートにね、あの目を配ることなく、しっかりと自分の内側の基礎を固めていきましょう。基礎用語、基礎概念、そして、えー、フォーメーションですとか、逆田語法ね。こちらの方、エリオット波動など身につける。そして、レンジオプション。こういったのをやる。どうしても相場が見たかったら、自後解説の練習をして、私の方に送ってください。それでは、お疲れ様です。